はい、どうも皆さん、こんにちは。明日はドズーさんの会社のオフィスに遊びに行くので、何か金目のものがないか物色してこようかと思っております。クラクラチャンネルのーけーすけ実況局のーけーすけです。ぽーん！ということで、いや、明日ね、ドズーさんがね、なんか一軒家、あれをね、借りてね、オフィスにしてるらしくて、でね、そこでね、ちょっとね、私、ケイスケ、先月から、ドズさんの、YouTuber サポート事業、とね、業務委託しておりましてね、サポートを受けておりましてね、それの打ち合わせに行ってきます。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、ですね、今回、この間、ポンタさんとね、クラクラの動画な、どんな動画撮ろうか、みたいな打ち合わせ、ネタ出しとかもね、お願いしてるんですけれども、あ、じゃあ、ウォールブレーカーだけで、タウンホールどこまで全開できるかっていう、企画とかどうですかねっていうね、案をいただきまして、ちょっとね、確かに気になってて、で、ただね、やっぱりウォールバスター、今まあ編成見せたんですけど、はい、この、ウォールバスター、ウォールブレイカーらしか、で、攻めていこうと思うんですけども、結構ね、壁に対してのダメージは、40倍ダメージ入るんですけども、意外と DPS 的には、その他の施設に対しては、そこまでダメージ入らないんで、意外と、タウンホール4ぐらいまでが限界なんじゃねえかなって、個人的に思っておりますんで、今回はですね、ちょっと今から、こちらの、ウォールブレーカーラッシュですね。気持ち悪い虫みたいに、うじゃうじゃいるんですけども、こちらのウォールブレーカーラッシュで、果たしてタウンホール4全開できるか、やってみたいなと思います。はいはいはい、今から攻めていくのがね、こちらの配置となっておりまして、おー、なぜだか M箱が。入ってるんで、後で取り除こうかな。こちらの配置となっておりまして。でね、まあ、クエイク8発で壁全部壊すか、それとも、クエイクと、レイジで火力を上げるか、どっちかで迷ってて、とりあえず、クエイク5発のレイジ数発の編成でね、今からちょっと攻めてみようと思います。さあ、行きますよ。こっから、はい、編成はこんな形となっておりまして。で、やっぱりタウンホールとか、あとはね、クランの城。これ火力高いんで、クエイク、4発でね、少しでもね、削っておくだけでね、全然変わってくると思うんで、はい、ここ、削っていって、で、あとはね、どこに打とうかな。あ、金庫し、付近には、かかんないんだよな。なるべく施設を、まあ、いや、ちょっと硬い、大砲とかアーチャータワー削っておきましょう。このクエイク一発だけ、だいぶ、HP 減ってますので。で、いきますよ。こっから、ウォールブレイカーラッシュで、で、4点出しぐらいで、いきましょう。で、しっかりと出し切ってから、ちゃんと、全然出し切れない。全然出し切れない。いっぱいすぎ、いっぱいすぎ、いっぱいすぎ。で、これスピードが命。スピードが命。で、レイジで、しっかりと進行させていって、で、壁を全部壊してから、ウォールブレイカーたちが、施設に対して、向かっていく奇跡の映像をね、皆さんに見ていただきたいなと思いますんで、いいですよ、いいですよ。結構いい、結構いい。結構悪くない、悪くない。結構か、すごい。ウォールブレイカーで、タウンホール壊した。いけるか、これ。いけるか、これ。どうなる？こっから、キャンプの最後のレイジ一発を、待ってみんな死ぬなよ。死なないでね。で、金山を火力上げて、1、2体で、金山壊す。あ、意外といける！あ、意外といける！意外といける！で、あ、待って、ボールブレイカーだけで。タウンホールよ、余裕でいけるわ。余裕でいってって、で、あとは大工小屋、しっかりだ、ボールブレイカーたちか。四隅は走って、で、大工小屋を壊していくっていう。貴重映像。はい、見て。ウォールブレイカーで。ちゃんと、大工小屋を壊す。でも結構な体数。3体は死ぬのか。大工小屋1個壊すのに、ウォールブレイカー3体ぐらい死んでんで、やっぱりタウンホール4あたりか。限界なのかもしれませんね。もう急いで爆弾持って。一生懸命走ってる姿が、可愛らしい。ほぼ村、半周ぐらいして。で、オッケー。タウンホール4ぐらいだったら、前回はいけますね。さあ、そしたらね、タウンホール5のアカウントをね、持ってないんで、ちょっとすっ飛ばして、サブ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 赤の方にね、タウンホール7配置。さあ、タウンホール4で限界だったんで、さすがにね、タウンホール7ぐらいにはね、もうさすがにちょっと、きついかなとは思うんですけれども、ちょっとやってみましょう、一回。一回やってみますよ。で、今回どうしようかな。迫撃砲とか水塔とかも増えてるんで、ウォーデンつけていこうかな。ウォーデンつけてた方がいいよね。じゃ、まあ、とりあえず、4発撃ってって、で、HP の高い施設に、タウンホールとかに対して、ダメージを与えていって、残りはね、まあそうだな、あとは、ここ方向かなとかに撃っといて、で、あれクイック壁開いてない！あ、やってしまった！やってしまったな。まあいいや。まあ、とりあえず、じゃあ、
ウォールブレイカーでこうディアーつって出してって、4点出しでもね全然出しきれないですよ。4点出しでも全然出しきれない。4点出し、あ、待って、巨爆がダメだ。そうか、巨爆がある、巨爆がある、巨爆が強い。巨爆でちょっとどんどんやられていっちゃうじゃないか。心配なんだけど、どうだ、ここで一旦ね、一旦無駄にピッキンしとこう。無駄にピッキンしてって、ウォーデン、待って、ウォーデン壁殴ってた今。ウォーデン壁殴ってなかった今。ウォーデン今壁殴ってなかった。今しっかりとなんかウォールバスター、ウォールブレイカーと同じ攻撃目標に持つんで、今一瞬ウォーデンが壁殴るっていう奇跡が起きた。で、あー、惜しいな、惜しいな。意外と、そしてせず範囲攻撃で壊れてる。意外といけるもんだな。はい、じゃあね、呪文編成ちょっと変えて、クエイクね、8発で、2箇所壁開けれるようにね、ちょっとやっていきたいなと思いますんで、とりあえず、こっち方向だね。1、2、3、4と打っといて、あ、そうだ、巨爆の解除しとこう。巨爆をあらかじめ解除しといて、あ、まあいいや。で、あとはね、あとたくさん壊せそうなのが、まあ、とりあえず、ここら辺かな、ここら辺でいっか。1、2、落としてって、で、破っていきましょう。破ってって、なるべくたくさん、そんな壊せなかったな。そんな言うて、壊せなかったけど。で、こっから一気に、ウォールブレイカーラッシュで、しっかりと、壁焼けを行ってってもらって、で、行きましょう。いっぱい出てるよ、いっぱい出てるよ。すごい、めっちゃ出てる。で、ボーデムもつけていこう。ボーデムもつけてって、で、そして、レイジで一気に進行させていけば、これいけんじゃないか、なかなか。いったピキンしといて、ウォールブレイカーに。ウォールブレイカーを無敵状態にしていきます。で、いけるか、これ。今回はどうだ、しっかりと壁を開けてってもらって。いけいけ、頼む。いいよ、結構壊れてる。あー、でも厳しいか、さすがに。壁全部壊しきれない。あー、水筒がそして強い。水筒でどんどんやられる。何これ気も、壁壊れた後の、このさ、模様が、なんか気持ち悪いよね。意外と、そして範囲攻撃で、ほんと、せず結構壊れてるっていうのが、結構面白いですよね。はい、じゃあね、突破兵器使えば、意外といけんじゃねえかなと思ったんで、ちょっとね、突破兵器ありで壁をね、一個でも多く壊していこうと思います。なので、天敵になりがちな、これですね。水筒に関しては、こっから、うわ、すっげえ、今、おつい出た。ちょっと、びっくりした。すげえ、一発で。うわ、めっちゃ怖さ。やっぱり、突破兵器あるだけ違うな。で、あとは、1、2、3、何発落としたっけ？3発落としての。で、これで、やっと開くか。これで開けて、で、あとはね、あとは、こっち方向かな？こっち方向。1、2、3と、打っといて、あ、できた。ウォールブレイカーたちが、しっかりと出てきていって、後ろの方向の壁とかね、しっかりと壊していってもらいましょう。で、あとはですね、ウォールブレイカーの回り方、なんかすごい。今なんか、おかしな回り込み方したんだけど、で、こっから、4点出して、いけ！突っ込め！ウォールブレイカー、前回チャレンジ、あ、待って、巨爆解除するの忘れた。巨爆解除するの忘れた。やばい、しくったな。しくった。で、ウォーデンを出していって、で、よし。で、レジ。で、ここの壁たちがね、やっぱり、結構ね、難儀になってくる。あー、巨爆ダメ。あ、でも巨爆に意外と耐えてた。巨爆に耐えてて、いいよ、悪くない。今回は意外と結構いけるか。どうだ、やっぱり、あれ、ストームスランマー、何て言ったっけ、ロックボマーが意外といい働きしたからか、結構、壁とかも全部壊せて、よーし、捨てずに待ってて、いけるか、意外と星に、ロックボマーのおかげで星にはいけてる。星にいけて、意外と伸びた。意外と、ロックボマーが壁壊してくれたおかげで、結構、やっぱり壁も全部壊れて、せつにもウォルブレイカーたち向かってくれたで、結構伸びましたね。いや、面白い。いや、でもね、前回まではね、さすがに、突破兵器を使ってもね、前回までは伸びませんでしたね。やっぱりタウンホール7あたりはね、限界ですね。多分、タウンホール5とか、6だったらね、多分いけると思うんですがね、7はさすがにね、ちょっときつい。はい、じゃあね、ロックボマー出す位置ちょっと変えてみましょう。さっきはね、12時方向から出してって、結構ね、対空砲2本からターゲット取られてたんで、結構すぐ落ちたんですけど、ロックボマーこっちから出して対空砲に当てていくイメージでやっていけば、意外といけんじゃねえかなって思ったんで、ちょっとここからロックボマー出していきますよ。で、はい、壁とかもね、結構名前数壊しますよね。で、対空砲に対しても撃っていく。
で、いいよいいよ。結構さっきよりも壁壊す枚数増えそうじゃないですか。結構増えてるよ。で、天敵のね、範囲攻撃たちも厄介なんで、ここからロックボマーにお願いして、で、体数を破ってってもらいましょう。意外と伸びてる。結構伸びてる。結構伸びてる。いいぞ。悪くない。で、大砲も壊す。テスラも壊してって。結構さっきより壁。さっきより壁壊れてる。いいいい。ワンチャンある。ワンチャンある。で、こっから、しっかりとウォールブレイカーたちが壁を壊してってくれて、で、あとは、じゃあ、なるべく、たくさん壊すような位置にクエイクを落としていきましょう。結構学んでるぞ、俺。結構学んでる。学んで、よしよしよし。で、あとはそうだな、ここかな。1、2、3、4と、落としてって、で、壁壊しますよね。で、HP も結構減った。ね、じゃあ、あとは、ここだな。1、2、3、4と、打ってって、で、壊す。オッケー、だいぶ壊れた。だいぶ壊れたんで、じゃあ、あとはもう、こっから、ここら辺に、HP の高いタウンホールとかに向かっていってもらって、今回なんかありそうな気がする。今回結構、待って、オールベッカで爆弾を、OK、巨爆をなるべく先にと出していって、壊していってもらって、で、ボーデンつけていきましょう。で、ボーデンをつけていって、で、こっから、HP が結構高くなってくる壁なんで、こっからしっかりと、ウォールブレイカーたちでやっていけば、で、トーンもちょっと無駄にかけていこう。トーンも無駄にかけていけば、いけるんじゃないか。今回あるぞ。で、トームかかったウォールブレイカーたちがしっかりと壊して、いけ。さっきより破壊率伸びるか。どうだ結構壊せんよ。しっかりと伸ばしてって。結構どう？タウンホールまではちょっといかないけど、いけるか。意外と壊して。あはは、壊さないか。意外と。いけそうな気はしたんだけど、一応壁はね、全部壊すことができたんですが、さっきほどではなかったですね。はい。じゃあね、ウォールバスターのバージョンも見てみたいという人、ひょっとしたらいるかもしれないんでね、ウォールバスターバージョンでやっていきたいなと思うんですけども、どっから行こうかな。どっから行こう。なんかたくさんなるべく壊してくれるような位置から出していきたいんだけれども、まあ、でも、とりあえず怖い迫撃砲とか、あとは水塔か、それをね、壊していきましょう。で、ここで巨爆は解除していって、でね、ここら辺にもね、巨爆、まあいいや、ちょっと巨爆解除できないんで、まあいいや、置いときましょう。で、ウォールバスターたちでしっかりと、ここをね、削っていって、で、ちゃんと進行遅れてるな。で、ピンク壁どんぐらいで壊すんだろう。ピンク壁って何、どんぐらいで壊すんだろう、ウォールバスターって。で、一発なんだ、一発で壊れますね。一発で壊れてって、いや、でも意外とあれだな。意外と、さっきのロックボマーの方がやっぱり効率的だなっていうの、わかりますよね。タウンホールまでついちゃったら、微妙すげー微妙な感じになってる。まあいいや。4発ね。1、2、3、4の、落としてって、壁壊す。で、あとはね、こっち方向だな。ここら辺、1、2、3の。で、4発目、落としてって、壁を壊していきます。なんか壊れてないな。壊れてない。まあいいや、ここら辺あたりに落としといて、アーチャータワーにもダメージ与えといて、さあ、行きましょう。もう一回、今度こそ、いやー、厳しそうだなー。先に、いやーでも、アチャクイとか使っちゃダメ。ヒーローは使わない。ウォーデンぐらいしか使わない。で、行きましょう。ウォールブレイカーなしで。さあ行け。こっから壁に思いっきり向かってってほしい。行け。どんどん壊せ。全然出ない。で、ウォーデンをつけていきます。で、よし。で、結構壁の枚数が多いとこに対して、霊場を落としていって。で、こっからさ、今回はどうなる？ウォールバスター、やっぱり、ロックボマーだな。ロックボマーの方がやっぱり、全然壁壊しだと思うんで、なんか、ウォールブレイカーがまだまだ、消耗してる。結構壁壊してくんねえな。残るな。ウォーデンなんで、ウォールブレイカーに全然ついていかないな。ウォーデン、そして。で、やっぱり、さっきの方が良かった。やっぱ結局、ロックボマーっすね、時代は。壁を多く壊したいんだったら、ロックボマー。対空砲がね、偏ってる配置だったね。全然いけたと思うんすよね。ということで、今回はですね、ウォールブレイカーラッシュで、全開を取るところを見てみたいっていう動画、お送りしていきました。いやー、やっぱりね、あれですね。タウンホール7ぐらいはね、さすがに、きつかった。さすがにね、ちょっと無理だなって、改めて、
思いましたが、まあ、タウンホール4ぐらいだったら余裕で全開。多分ね、タウンホール5とかも、ちょっとタウンホール5のアカウントないんで、できなかったんですけど、5とかもね、ギリギリね、ウォーデンとか使えば、多分ね、全開は取れると思いますんでね、よろしければね、視聴者の皆様ね、気になった方いたらですね、タウンホール5の方にね、お願いしてね、試してみてはいかがでしょうか。で、これからもね、クラクラ動画毎日投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。